はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、武藤遊戯です。さあ、本日なんですが、沈黙の魔術師、サイレントマジシャン、および沈黙の剣士、スタレンソードマン、こちらをですね、本日活躍させていこうと思ってまして、組んできました。はい。これちょっと、僕、一個気づいたことがありまして、サイレントソードマンとサイレントマジシャンって、なんかね、手札捨てるギミックとすごい相性がいいんですよ。沈黙の剣っていうカードと、サイレントバーニングっていうカードが墓地効果がありまして、墓地からこのカード除外すると最初とかサイレントマジシャン持ってこれるっていう効果があるんですね。2番の効果で、これ手札捨てるギミックとめっちゃ相性がいいので、今現代遊戯王で手札捨てるギミックで一番強いギミック何かなと思ったら、ホルスなんですよね。ホルスってなんかモンスターを、前盤面に出しながら手札を捨てることができるんで、こういう系の墓地効果がある魔法トラップとかってすげえ相性いいんですよ。で、さらにモンスターが盤面に並ぶってことは、そいつらちなみにこいつ魔法使いなんですね。これ魔法使いってことだから、これリリースしたらこれ出るし、あと、まあ、適当なモンスターを、並べて戦士族、これ戦士族がちょっといないんですけども、戦士族に変えてあげれば、戦士族をリリースして、サイレントソードマン出るなってなったんですよね。ということで、今回は全力でサイレントソードマンと、サイレントマジシャン、これ2体両方とも並べていきたいと思ってます。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、沈黙ちゃん来ましたね。これマジでほんとデュエルリンクス以来なんじゃないかな、このなんか沈黙の魔術師サイレントマジシャンとかいう最強カード使うの。ほんとにてか王の棺来すぎじゃない。ああ、まあまあ悪くないな。まあ、とりあえずね、ちなみにこれジャイアントトレーナーを、ジャイアントレーナーか、熱血指導をジャイアントレーナーでちょっと指導していくしかないんですけど、私のデッキ。いや、王の棺全部いったけど、これ破壊されたらもう王の棺張る手段ないんだけど。一旦これでチェーンを、まあ、若干見まして、なさそうな気がするけどな。ちょっとこれ3枚ドロー許される。これマジで本当にね、このね、なんかファンデッキ、ネタデッキ軸ホルスデッキってもジャイアントレーナーゲーミングなんだよね。ジャイアントレーナー TV なんだよ、本当に。これジャイアントレーナー通んなかったらマジ何も起きないから。ちょっと頼む。マジで両方とも俺並べてんだよ、俺。沈黙の魔術師。おー、いいで、ね、いいよ。非常にいい。めちゃくちゃいいやん。これはドローが効いてるぞ。あ、トレードインも来た。でかい。非常に。じゃあ一応もう一枚ドローしてからか。この先こっちから打つか。トレードインの効果、ラバゴーレムをぶん投げて、まあ悪くはないですね。悪くはない。まあ、ちょっと一応1枚ドローしようか。もう1枚ドローしちゃって、サイレントバーニングが引いてきたのもまあまあでかいよ。ガンマいらないな、今。まあ、ちょっと一旦王の棺の効果起動しまして、サイレントバーニングを墓地、送りまして、イムセティを叩き込む。まあ、これでデッキの中もうゴミはないといったところですね。で、サイレントバーニングの効果を発動し、沈黙の魔術師サイレントマジシャンを手札に加え、そしてちなみにこのイムセティっていうものは魔法使い族になってますんで、魔法使い族をリリースすると出せるし、これが戦士族なんで、これをリリースするとこっちが合わせるっていうね。これまあまあ簡単に出るでしょ。まあまあ簡単に出るんだよね、エンド。これ魔法無効がね2回やりますんでね、ちなみにね、これまあまあやれますよ。はい、魔法無効で死んでくれることになる。プラネットパスファインダー、なるほど、魔法使いそうじゃん。あー、はい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 、ホルスだ。ちょっとさすがに石壁ちょっと止めさせてもらうわ。石壁とかいうモンスター、ちなみにプラネットパスファインダーは打点線しかないから、この横線抜けないっていうね。まあこれちなみにサイマジは立ててもいいかもな。サイマジは2000が上がるんで立ててもいいかもしれないです。まあ、沈黙のマジサイレントマジシャン君はちょっと危険なんで1500でいいかなと思いますけどね。トレードインはね、いや、トレードインはスルーかな、難しいですけど、これ王の棺を結局止めればいいって話がありましてね、結果これを止めてもう一枚発動されたら俺泣いちゃうよ。これでもう一枚王の棺って言われたらもう号泣しちゃう。さすがによし。刺さった。魔法2回無効、刺さった。ガン刺さりきた。ちなみにさっきから魔法無効刺さんなすぎて3連敗ぐらいします。これ勝てる可能性ありますね。魔法無効を1、2回構えてる程度では勝てないっていう話します。
やマジ刺さるとき刺さるからね、それは楽しいよねやっぱ遊戯王って。おちなみにあの全力でサイレントマジャーとサイレントソードマン両方とも立てるっていうまあそういうコンセプトでやらせてもらってるんですけど、マジでどっちかでいいです2回するのではリソースを使いすぎますね。はい、で一応ディンゲルスで相手のステカード除去りますか。あのカードなんですかね、わかんねえけど、まあ、一応除去とか永続トラップとかな可能性あるな結構な。ディンゲルス、まあ、スキドルとかあったらスキドルとかで、まあ、最悪もうしょうがないんだけど、相手のステカード処理たいですよと。あ、カノプスか、なるほど、カノプスね、確かにこれ強いよね結構、俺も入れてんだけど、まあ、正直出てきたモンスターしょっちゃったらマジで何も起きないっていう話あるから、まあ、ホルスってかいないんだもん。なるほど、キャベンセルフ送って全部縦にしてぶん殴ったらこれ勝ちですねはい、バトルフェイズですね。はい、対戦でしたよし、奇跡的にマホームコースだった、マジ神ゲー。なるほどね、沈黙するタイプの人間ですねこれね完全に。はい、いやこれマジでここ止められたら終わる反動してるなあーオッケー通るわ、一応通った。うわープラネットパスファインダー来た、プラネットパスファインダーは結構でかいが、一旦沈黙の剣の効果によってコストとしては非常に優秀だよねこの沈黙の剣だとサイレントバーニング。あーでまあプラネットパスファインダー召喚してリリースする、でオーボ持ってこさせてもろて、でオーボ発動する、これはねまあ一旦ですねこれですかね、でトレードインぶっ込みまして、でもう一発ハーピーをぶん投げて2枚ドローする。あーまあ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 いいか、まあまあいいか。で王の棺、これ一応一番ぶん回ってる時のあのハンドではある、これが、まあ、ちょっとなんだっけ、ジャイアントレーダーで熱血指導しようとして、あの相手からあの指導拒否が入る可能性があるんで、その指導拒否だけちょっと言ってほしいんですけど、まあ、指導拒否されなかったらもう3枚ドローしながらサイマンチとサイレントソードマン出るみたいなね、まあそういうねとこあるんで、まあ、一応ドゥアムテフ出すか、ドゥアムテフ、はい、あなんか一応なんもなさそうなチェーンだな、一応なんもなさそう。残すのはちなみにこれイムセティなんで魔法使いだから、でまあ3体出して、これ1体残して5円の剣士でもいいな、一応まあジャイアントレーナー3枚ドローした方がさすがに強そうなんで、まあこれいきますけど、一応ね、はい、そういうこともできるということで、で、ジャイアントレーナーの効果を発動して、あ5円の剣士出して、あのそいつとリリースして、あの沈黙出すっていう動きがまあまあ強いんで、はい、でケベンセヌフ、いやこれできれば沈黙の剣聞いてほしいんだよな、沈黙の剣、サイレントソード、沈黙の剣、いやお前いらねえ、マジで一枚の来た、もっともいらないやつ来た、まあ、しょうがないな、まあ、イムセティとジャイアントレーナーをちょっと熱血指導をリリースして、ちょっとこれドヤ顔で一回攻撃表示で出します。はい、おい、OK、まあ、これでエンド、まあ、ちなみに魔法カード2回無効な、うん、ナチュビの介護官も華々しいけどなナチュビ介護官華々しいけどな、うん、まあ、とりあえずお前魔法も使うな、ドットスケーパー、やばい、それはやばい、ちょ魔法使いません、あ魔法一応使う、これあ違う、そのタイプでも多分これサラマングレイとベイルリンクス入ってる、あですよね、あですよね、それね一番やばいわ、ちょ魔法使えって、魔法使えや、ちょアクセスコール動画やめろやいや大丈夫だ、破壊されたら沈黙の魔術師と沈黙の剣士は両方ともリクルート効果を持っている、つまり破壊されても一応破壊耐性が実質あるみたいなもんだ、そしてその後に魔法カードの効果を受けないモンスターと魔法カードの効果を一切無力化する最強のモンスターが出てくる、うむ、アクセスコールトーカーの効果によって、まあ、サイレントマジシャン破壊されて、でサイレントマジシャンの効果を発動、現れろサイレントマジシャンレベル8、落ち着きましょう、
アクセスコルトーカーさん、アクセスコルトーカーさん、ちょっと落ち着きませんか、一旦ちょっと待って落ち着きませんか、ちょっとやりすぎじゃないですか、それはそれはあまりにもやりすぎだっていう話ですよ。うわー、沈黙の剣サイレントソードマンの効果あらがろう、サイレントソードマンレベル7、ちょ待ってちょ待ってちょ待って